これはでもえらいことになったけど、黒田に気分変えてもらおう。ね、黒田対田中ですよ。2000年、もうこれは最初のね、この興行メインイベントにふさわしいタイトルマッチです。 WEW 選手権試合、まずは挑戦者黒田哲弘が赤コーナーより入場だ。さあ最高の旗、顔つきが違う。黒田最高のブラックフラッグを掲げて今堂々のリングイン。おお、気合入ってますよ黒田。WEW チャンピオンベルトに挑戦ですから ね、 ねえ。さあまさにニューイヤージェネレーション、おそらく最後におたけびを上げるのはこの男、黒田しかいない。どこより田中雅人入場です。さあ WEW 第2代選手権者です、田中雅人。これあの WEW のベルトのね、重みを増すにはいい試合ですよね。あ、さあ田中雅人、まあ衝撃の ECW へのね歩み寄り発言と言いましょうか、の T シャツをね、そして一匹狼発言をしました。さあその後の動向が非常に気になるところですけれども、さあそして単身 ECW で、実は一度はね、あの ECW のチャンピオンベルトも巻いてね、そう、田中雅人よりチャンピオンベルトの一時変換です。日本人では初めてですよ、 ECW のシングルのベルトも巻きましたからね。まあ残念ながら直前にね、また ECW のチャンピオンベルトはアメリカに置いてきてしまったんですけれども、日本勝負を行います。今日は WEW の選手権試合です。235パウンド、黒田最高出てよ。顔つきが人気をめいてます。235パウンド、また一回り体が大きくなったぞ。これはいい試合、いい楽しみだな。これは田中の体はまた一回り大きくなりましたね。これ一回り大きくなったところがこうギュッと締まってね、すごいですよ。ね、アメリカであのブラジエータとマイクオーサム、あれとやって全くこのいわゆる体のハンディってのは全く感じさせませんでしたからね。さあ黒田と田中、2000年の幕開けにふさわしい今日のメインイベントということになりました。おお、まずは強烈な肉のきしむ音、けたたましい音を立ててのスタートとなりました。さあお互い主導権を、おーっと田中が常にバシバシ首を取っていく。おお、どちらも譲りません。これ田中選手も ECW 行ってますからね、はい、ECW ジャパンとの絡みが少し僕ちょっと口には出せなかったけど心配しましたけど、ないみたいないですね。いわゆる冬木とまさかだと冬木を追放したのは田中ですか、ね、だから今むしろどっちかというとちょっと、うん、えっていうのはあるでしょうけど、あ、田中としてはね、これ ECW 勝手に名乗ってるっていうぐらいの気持ちじゃないですか。自分はチャンピオンですからね、むしろまた改めて腹立ってる。田中にどうでしょう、冬木のこの事実を確かめるっていうのも一つ手じゃないですか。手だけど確かそれは、それはね、マスコミの人も含めて田中に一言聞きたいのは山々ですけど、この黒田とのシングルのベルトタイトルマッチありましたからね。そうですね、これは聞けてないと思いますよ、うん、田中もだからそれはまあおそらく田中は事実知らないでしょうからね。田中はでももしも知ってたらこれ冬木さんの嫌がらせですね。嫌がらせ、この試合、田中集中させまいってするような。ああ、なるほどね。いや、それはあるでしょう、まあ、結果的かもしれませんけど、冬木はやっぱりそうやって常に田中に対する復讐はやっぱり、まあ、復讐する直接の相手ターゲットは田中になるわけでしょう、冬木にして。一応は新井さんって言ってますけどね、
まあでもね、でもそうですよ、田中が実際にはいわゆる実行したのは田中ですから、ここ先は最終的にはこれ田中にも向けられるということになりますけれども、今は ECW っていうこの一つのなんか団体が入ることによってちょっとその辺が複雑になってきましたね。そうですね、今 ECW のチャンピオンにもなった男で、いわゆるもう日本人としてはこれ ECW のもう顔ぐらいになってきてるわけでしょ。いや顔ですよ、アメリカでもそれ、そういった田中の存在ってのはこれ仮にもう ECW を名乗る冬木としては一目置かざるを得ないでしょう。 ECW の顔っていうことは、WCW、WWF ってもちろんアメリカには2代目じゃありますけどね、はい、そちらと直接的にもうつながってますからね、 ECW の場合は。だもうアメリカの全米のマット界で顔ってことですから。そうですよね、だから ECW ジャパンを冬木コードが旗揚げしても、まあこれにしてみたら別に、ね、もう俺の方が上だとは思ってるでしょ。もうこれは本当にね、わーっと、黒田は、黒田はね、去年の最初に何を挙げるか、おっと、離脱を匂わせて田中に対して戻ってこいっていう気持ちがあるんじゃないの。いやしかし今の田中のタックルはまたすごいゴールドバーグ並みでしたけども、さあそのままチキンウィング、アームロック、ものすごい破壊力を見せています、まさに最後部田中将人。これはでも、普通考えたら田中はずっと富士山の西大会を無敗できましたけど、はい、その時は相手がチームのレスペクトチームでしたからね、チームのレスペクトでしたから、ね、はい、これね、黒田がもうものすごい成長してるでしょ今、めきめきすごくなってるじゃないですかこの1年ぐらい、はい、分からないですよ本当に。これはいやまさに拮抗してますよこれ、実力から言ったらね。まあ気持ちの上ではどうでしょうか、黒田のか、まあ、前回の放送でもお届けしましたけど、田中のいわゆる一匹狼的なね、宣言に最も過剰に反応していたのはまあこの黒田でしたからね。あとね、おそらくこの体を持って身をもってこの田中を取り戻そうという気持ちは当然あるでしょう。あとね、あれですよ、 H ガンナスケとかそのあたりとね、はい、黒田の場合には高層劇みたいなのなかったですからね。あ、なるほど。黒田的にはね、体調はかなり万全な状態で臨めてると思いますよねこれ、今日に至るまで、はい、ここ数ヶ月、うん、しかし田中のこのチャンスをまさに待ってたっていうようなぐらいじゃないですか、このシングルマッチを、うん、こういうチャンスを。そうですね、それは確かに去年横浜アリーナでレイベン、はい、ドリーマーっていうね、はい、2人と当たって、それなんかも確かにそれはビッグマッチっちゃビッグマッチですけど、勝ちましたから、ね、それとはまたこれちょっと違うでしょう、はい、メインイベントで、タイトルマッチですから、今後の意味合いから意味合いにもこう関わってくる試合ですからね。さあなんとか勝利をものにして田中をね、なんとか意中に引き戻していこうというこの黒田であります。黒田もあんまりこうなんていうんですか、口でねあれこれ言うのが得意な方じゃないですからね、はい、さあなんとかロープエスケープ、しかしここまではどうでしょう、やはり田中が主導権を握っているかのようにも見えるわけであります。今のところちょっと田中に資格がないですね。ああブリーカー3連発、しかしその痛めた左腕をぶん回すた黒田、この辺りの男ギタルやね、グッとくるものがあるわけであります黒田哲弘。どうでしょうね、でもあれだけ腕やられるとクローズラインも弱くなりますよね、はい、まあもちろんね、田中はやっぱりもうなんていうんですか、大雑把なように見えてものすごく緻密ですね田中は。あ、意外こう一見直線的なファイトに見えながら実に緻密に計算され尽くしたこの試合運びというね、ま
まあ、そうじゃないと、言葉も今通じるんだと思いますけど、今週も違えばね、何もかも違う、その ECW に行って単身乗り込んでチャンピオンですからね。マネージャーがついて行ってるわけじゃないですからね。もちろん、いやそれはこれ、いわゆる日本の歴史においてもですよ、なかなかこれは快挙ですよ。本来だったらね、FMW からね、新井さんとまで言わないけど、誰か一人マネージャーでついていったっていうぐらいなんですよ。そうですよね。だから田中選手はそういうことは言わなかったですけど、うん、ECW 行った後に会社の扱いおかしいなんて、それ一言も彼は言ってないけど、俺はそういうのあると思いますよ。一人でそういう現場に行かされてね、それもせこい仕事じゃないんだから、ものすごい大きい仕事しに行ってるのにマネージャーもついていってないわけでしょ。田中のいわゆる体制不振みたいなものってのはそういう部分も、蓄積もあるんですかね。田中はそういう気持ちの人間じゃないと思うけど、溜まってるとは思いますよ、そういうのはね。いや田中はそんなちっぽけな、ちっぽけな人じゃないけど、人間じゃないです。いや僕の知ってるね、芸能の方々なんかでもたまにマネージャーついてこないときは機嫌悪いんですよ。いやそれはね、大相撲だって付き人になってる。そうでしょ。しますよ、これ特にマネージャーがついてこない場合はその会社の悪口言いますから、その芸人さんは。なるほど、俺を軽く見てるっていう、現場にタレントだけ行かせる場合はいわゆるそうなんですよね。その判断基準をね、求めたりしますよね、そういうことに対して。そうそうそう、本当はね、 ECW ってチャンピオンベルト取ってくるぐらいまでの仕事をしてね、アメリカ行ってんだから、自分にどこまで期待してくれてるのか、あるいは自分をどのぐらいの位置に見てくれてるのかという会社がね、その辺をちょっとどうでしょうか、田中の場合は考えてしまった部分もあるのかもしれませんけどね。だから考えてなくてもどっかには溜まってくるんですよ、そういう不満ってのは。意識するしないじゃなくても。なるほどね。だからその杉作さんその不満視野が広い、その不満がね、完全に溜まってしまう前に本当は解決しなきゃいけないんだけどね、これ気がつかないうちに溜まって、夫婦関係とか恋人関係とかもそうですよ。取り返しのつかないところまで行ってしまうと、これ本当取り返しつかない。そうなんですよ。だから黒田はおそらくね、その辺をこの辺りで止めたいんじゃないのかな、気持ちで。黒田はそうか、黒田は割とレスラー同士でこう気持ちが分かる部分もあるんでしょうね。苦労してんのお前だけじゃないよっていうね。あーなるほどね。黒田だって必ずしもその会社的に優遇されてるとは言えませんからね、そういう意味では。そうですよね、ただはい、そうですよ。黒田としても H 雁之助に対する思いっていうのがあるわけでしょ。あるでしょ。あるし、まだ黒田にしてもね、俺だって ECW に行かせてもらってもいいんじゃないかっていう気持ちもあるのかもしれないし、みんないろんな気持ちあるでしょ、これね。ただやっぱりそのあれだけの仕事をしに行ったのにアメリカに一人で行かしたのは、もうこれ田中選手がどうこう言うんじゃなくて、僕はちょっとおかしいなと思います。それは正論かもしれませんね。まあでもこのその田中が一人で乗り込んで一時は世界チャンピオンにまで大したもんですなるって、この田中のやっぱりね、底力っていうか実力、本当にすごいです。ワールドワイド、世界どこ行っても恥ずかしくないという、さあこの体勢はてっちゃん勝った、お約束。だからね、田中が ECW、俺は ECW に行くんやなんて言ってね、はい、FMW 離脱っていうのも去年年末スポーツ新聞大きく出ましたけどね、はい、これECW 移籍っていうことがもしもあったりするとですね、はい、ECW 移籍ってのはイコールアメリカへの移籍ですから、はい、ECW ってのはそこから WCW 行く人も多いし、うん、WWF 行く人もものすごい多いですよね、そうですね、トップになると、はい、だからね、日本マットからの離脱っていう意味ですよね。あー、そうしますと、いわゆる、ね、サッカーで言えば中田、そうなったら我々はもう田中に会えなくなってしまうんですよ。いやでもね、田中本人のことを考え、これは中田がね、イタリアに行く時もそうでしたけど、彼本人のことを考えるとね、あ、それはそうです。やっぱり世界に羽ばたいていってほしいという気持ちもあるでしょう。それもある、だからそれが楽しみな一面もあるんですよ。ただまあ黒田としては一緒に FMW で頑張っていかないのっていうね。うわあれ、逆にやられました。逆に黒田の助走ラリアットがね、返り討ちにあったの初めて見ました、ね、初めて見ましたね。さあそして今南側通路中央で、うわここでまさかよもやのパワーボムを食らおうものなら、差し物黒田も危ないぞ。うわまさにそのサイボーグの筋肉がうなりを上げるか。しかしこれはなんとか返していく。これはもうここで、あ、黒田、おお、すごい。あそこからドロップキック出るんですから。すごい。
あの体勢ですからね、完全にまだ体勢が整っていない中でジャンプしてドロップキックですからね。わあ、ちょっと待ってください、これは危ない、これは危ないぞ、これは危ない、階段の利用して、うわ階段落ちか、逆に黒田が返せるか、新必殺技の地獄車が出んのかな、これ地獄車ね、デイベン相手に、うわあ、黒田が一人、あーやられた、2回転、まさに階段落ち、田中はやっぱりね、踏ん張りもすごいね、いや強い、本当岩のようですよ。これは黒田やっぱり無理、まあまあそんなことないね、わかりません、これは鋼の筋肉が今ね、黒田もここで頑張らないとね、うなり上げてますよ。いやでも本当に黒田ここは頑張りどころですね、あの一人のレスラーにね、そう何度もチャンスってのはないですからね、はい、このまま黒田敗れることがあってはなりません、そのチャンスをものにできるかどうかでレスラー人生変わってきますからね、はい、これはもう FMW の2000年のね展望にしても、これ黒田があっさり負けてしまうようなことがあります、これ一大事でしょう、それはいけません、試合結果がどうなれあっさり負けたりしちゃいけません、そうですよ、こっからが、こっからが本当の勝負ですよ、男黒田哲弘見せとかには、こっからが本当の勝負ですよ、さあ嫁さんも来ないよ、本当にニュートラルコーナー対角線に振って、さあ椅子が手がっていく、おお、これが魂のラリアットか、おお、左腕がうなりを上げた、カウント 2.8、 黒田の体はね打たれ強いですよ、黒田は、さあ串出しのラリアット、さらには大友ノーザンライトスープレックス、そのままホールドに入る、カウント 2.8 だ、黒田攻めて攻めて、田中は多少のことではもうびくともしませんよ、本当にそれはもうこのね、昨年の、はい、リストラ宣言以来もう嫌というほど目で見てますから、田中の頑強な体をね、もう多少のことではダメですよ、はい、さあトップの田中からエルボー落としていく、さあもう一つ二つ三つぐらい欲しいですね、この大技がね、さあそうだ黒田一気にここは追い込んで、追い込んでいきたい、さあ助走、うわ足が待っている、あスイングでね、おこの体勢では、あはっはダブルアーム、腕を固めてのスイングで出て、これも新技、あ田中っていうのはね、本当にあの一つ一つの技の完成度ってのは本当高いんですけれども、またこれ次から次へとオリジナルのね技を出していくんですよ ね、しかもそれを完璧に決めていきます、うわー弾丸エルボー、もう一発弾丸を、しかしラリアットで返した、ものすごいクローザー、やばい、一発の破壊力恐るべし、すごいサイボーグか鋼の筋肉、うなりを上げた田中の右腕、恐るべし、田中はターミネーターですね、これどうやっても死にませんよ、本当に、しかしね、これは黒田諦めちゃいけませんよ、黒田も本当ね、チャンスないよ、本当に逃すとね、田中にもね、必ず資格があるはずです、さあそれをなんとかついていきたい黒田ですが、おお、トップロープからのスイング DDT、 なだれ式と言っていいんでしょうか、さあこれもどうか、危ない、ああ黒田声援が耳に届いているか、黒田はさっきのチキンウィングに固められたやつもそうですけどね、頭下高にもうこれ連続で打ってますからね、いやあのね、あの階段を落とされた時からずっと頭攻撃してるんですよね、大丈夫かな、いやーここはうまい、さあさらにバックを取って、おーっと、あー黒田はね、あまりの激しい攻撃にあれタイツ破れましたね、あれ、うわー、さあそしてロコモーションジャーマン、さらにこれはカウント押し、タイツ破れましたか、タイツがね、破れましたよ、うわーさあ、もう壮絶なる戦いを物語っているか、
筋肉と筋肉のぶつかり合い。これなんだなんだ、この制空権を制するのはどちらか、弾丸かあるいは最高の男なのか。てっちゃん勝った、もう一発、さあいった、トップロープからてっちゃん勝った。だおお、さすがのターミネーターもよろめいたぞ。さあ世界を取った男から、その世界を取り返すことができるのか。さあその黒田が、いやー、しかしバックドロップ高速、大き上がる黒田。さあ左腕スタンバイ、もう一発いくか、うなりを上げろ。どうだ、今の見ました。あ、それでも立ったよ黒田、すごい、あの今のエルボーで立ちましたよ。取り上げなかった、取り上げなかった。うわ、お互いの技をね。あ、ドラゴン、これはいったか、惜しい惜しい、完璧でしたけどもね、今のドラゴンはね。でもね、田中はやっぱりすごい。ただ黒田も普通じゃないよ、あのエルボーをね受けて2秒ぐらい経ちましたね。あのエルボー見ましたか、本当に。もう後でスローモーションでご家庭のビデオを撮ってる人は見たこともらいたいですね。あ、うん、あ、これねダブルノックアウト、ダブルノックアウトだとタイプが移動しないですね。さあここはこれはね、黒田はね、死んでも立たなきゃいけない、立たなきゃいけないですよ、俺だったらそんなもう普通の人だったらできないだろうけど、黒田には頑張ってもらいたい、立ってもらいたいね。さあ黒田が先に立ち上がった。さあ黒田何やろ、悲鳴にも近いこの超満員のお客さんの観客のお客さんの声が届いているのか。黒田はもう一回てっちゃん勝ってんのか。ああしかしこれ危ない、ああ危ない危ない危ない、これは危ないぞ、これは危ない、これは危ない、やめてくれ。うわ、リバースのブレンバスター雪崩式、また脳天を打ちましたよこれ。黒田完全に大の字リング中央。さあおお、田中が弾丸トルネード、しかしこれをかわしてさらに逆さの抑え、あ、違う違う、そのまま強引に持っていったビーチーボム。おお、いや、よく、ちょっと今のね、すごい、大丈夫かな、あのね角度がねほぼ垂直、生きてますか、生きてますか、ほぼ垂直、これ大意識あんのかな、かなり受け身が危険な状態でした。うわー、これでダイヤモンドダストか、厳しいぞ、ここは耐えなければいけない、ダイヤモンドダストを耐えて、うわー、抱え上げたが、これもかわされた。お、これは、おっと、今のはハーフネルソンだ、ハーフネルソンで、おお、田中からスリーポイント通るのは難しい。あー、朦朧としながらも左手の握り拳はしっかりと握られているぞ、魂の左腕、この黒田コールにこうするかのように筋肉がボリュンと隆起していった、ライアントいった、これはいったぞ。田中は、田中からは取れないのかな、不死身だ、まさにターミネーター不死身の男、まだ起き上がるのか、鋼鉄の筋肉を突き破ることができるのか、黒田の左腕、しかし、うわー、エルボー、ローリングエルボー、おお、決まんのか、この試合、黒田も一体決着つくのかしら、これ、人生で1回か何、2回しかないチャンスだもん、これ。今ね、これ起きなくて、今の MW ではね、これチャンスが1回ぐらいしたらね、いつ頑張るかっちゅうぐらいのね、あー、ダイヤモンドダスト、これは厳しいぞ、ダイヤモンドダスト、ダイヤモンドダスト、田中どっか打ちましたか、あ、肩かな、あんまりお客さんのつなぎが長いんで、いやもうね、私もちょっと喉から血が出そうなんですけどもね、決まった決まった、うわっ、これはいけない、これはいけない、これはカウンター、おー、
木が今3メーターぐらい横にずれちゃったかと思いましたよ。揺れる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 、もう地響きだ。うわー、ローリングエルボーかな、何やっと、これはいったぞ。もう田中から取れないのかな、これ決まんないよこれ。素晴らしい、やっぱり BMW 今素晴らしい。ビルが倒れるなこれ、ビルが倒れるよ。うわー、黒田の左腕、やっぱあの黒田の左腕には何か聖なる力が宿ってましたね。あの筋肉とかではないですね、これは何か別の力が宿ってましたよ。今もう立てないもんね。うわ、お互いね、俺はこれおそらく終盤はもうほとんど無意識で戦っていたんじゃないでしょうか。もうとにかくラリアットエルボー、ラリアットエルボーの打ち合いでしょ。うわー、すごい試合をもう2000年早々えらいもの見せられましたね。いや、すごい、これはすごい。隣の東京ドームが揺れましたね。ね、いやー、ドームがね、ドームが揺れました、間違いなく。すごい、すごい、おめでとう。見事第3代 WEW シングルチャンピオンだ。いやー、これね、言っちゃ悪いけどね、第3代 WEW 選手権、びっくりしました、黒田哲弘新チャンピオンです。言っちゃ悪いけどないと思った、ごめん黒田。黒田の時代が来た、男黒田の時代がやってきた。いやー、本当にね、これ手放しで喜びたいですね、これね。田中どうこうとかじゃなくてね、本当嬉しいよこれ。でも田中には響いたでしょう。田中は